リンゴルフの視聴者の皆さん、こんにちは。若菜です。カメラマンの山ちゃんです。今回はここ大厚木カントリークラブ本コースの西側を9ホールラウンドしてもらいます。リンゴルフですが、今月から毎週金土日はゴルフ女子の皆様にご出演いただき、ゴルフのプレーやトークを楽しんで見ていただける動画を配信していきます。ちょっとミッションゲームを楽しんでもらえるのか分かんないですけど、ミッション、はい、ちょっと用意してます。頑張ります。お願いします。お願いします。レッツゴー。ゴー。チップインバーディー、カート道コロコロ。いや、狙いづらいな、はい、バーディー。上がり3ホール来て、なんか今、はい、わちゃわちゃ言ってましたが、わちゃわちゃ言ってます。ちょっと作戦会議してました。いけそうですか、上がり3ホール。まあ、いけるんじゃないですかね。もう余裕のバーディー取って、もう最後はもう記念にバンカー入れるぐらいでクリアだと思います。あ、なるほどね。記念にバンカー入れるぐらいです。なるほど。理想理想理想。いやー、本当にバンカーは入れたくない。ちょっと9ホールの始めぐらいに、はい、インスタでちょっと募集してる、そうですね、質問を見てみようかな。ご質問が来てるかな。ここも気持ちいいティーショットの場所ですね。なんかちょっとフェアウェイの右側が結構バンカーがトントントンと並んでまして、スライスしすぎるとさっきのホールに後戻りしてしまうので、左側に打ちたいな、できれば。よし、おお、いいじゃない。ナイス。よしよし、まあまあこれならいいでしょう。グッドです。やった。え、 YouTube の何かの撮影は何回かあるんですか？ YouTube 自体ないですよ。メディアみたいな、こういうラウンドの。あ、ラウンドはないです。この間の BS の富士のやつやりましたけど、テレビだったんで、それはもうラウンドじゃない。ラウンドじゃないんだ。うん、撮影めちゃめちゃ強いですね。本当ですか？強い。じゃあ、ご依頼お待ちしてます。結構あるあるの撮影でもよく喋るんで重宝されます。おしゃべり役なんで重宝、オチに使われがちなんで。オチに。母親譲りでおふざけ大好きなんで。あ、出身どこなんですか？私東京です。あ、はい、東京なんだ。東京なんですよ。でも母親関西なんで、結構関西スピリッツ流れて、ね、流れてますね。はい、で2打目です。ちょっと見えづらいんですけど、打ち下ろしたところに右グリーンがありまして、残り、よいしょ、140、いや、ピン手前だから120ぐらいか、120、30。ちょっとラフ怖いんでアイアンで打とうかな。多分フォロー足りないと思うんだけど、右手前じゃなきゃセーフっぽいんで、ピンの左狙っていきまーす。あー、ミスショットかな。でも転がっていくからね。転がりましょう。さあ、2打目ちょっとヘボッチーショットをお見せしてしまいまして、刻んでの3打目、40ちょっとぐらいかな。打ち下ろしなんで手前にトーンしないと多分ゴロゴロゴロっていっちゃうんですよね。カラー狙うぐらいでいきたい。どうだ、もうちょい。おー、まあいいでしょう。まあいいでしょう。4打目、これもね、絶妙でございますね。1、2、3、4、6、7、8、もうね、これぐらい全部パターで打ちます。私はちょっと左に切れるかな。よし、あ、全然だった。やばいやばい、思ったより残っちゃったな。はい、うん、だということで。ボギーです。よかったよかった、ダボとボギーは大違い。よし、あと2ホールでもうちょっとビンゴを狙っていきます。ビンゴじゃないけど、うん。はい、はい、もう8番来ちゃいました。よし、フェアウェイ目指して
おー、うん、ナイスです。よしよし、うん、ナイスショット。今日ティーショット調子いいかも。よかった、うん、これをな寄せられてバーディーチャンス欲しいな。さあティーショットはまあまあ狙いの位置で、残り打ち上げ込みセンター88、奥が100、ピッチングかなと思って今ピッチングを持っています。ちょっとこの傾斜私得意じゃない。打ち上げないようにしっかり、ちょっと左か、キックか、丘の上ですよあれは。いやアプローチめんどくさいなあれ。頑張ろう。おっとっとしてましたね。おっとっとしましたよ。これもおっとっとでした。おっとっとショット。乗ってるじゃん。あれ乗ってる、本当だ。丘の上だと思ったら乗ってる。マッキーすごい、ナイスです。全然ここグリーンじゃないと思ってました。ということはまだバーディーチャンスということで。この距離でも狙いに行っちゃうぞ。これ難しい。これ難しいですね。結構なんかうねうね。だいぶうねうねしますよね。この線。それかも。これですよね、多分ね。それだそれだ。これっぽいですよね。あんまり変わんないじゃん。よし。この薄い線を最後右に切れてるっぽい気がするから。強めの方がいいよ。よし、じゃあ、いきます。はっ！おー！あー！惜しい！でもうまい！すごい！結構ハラハラさせました。うん、なんか打った時、弱いんじゃないって思ったけど、結構伸びましたね。最後伸びましたね。うん、よし、うまい。来た道は帰れるパーパット。このいや私的にはこっちの方がドキドキしちゃうな。よし、ハラハラした。あーハラハラしました。だってさ自ら振ってったよね。だいぶハラハラしました今。おおでも分かるよ、もう短いのなんかでも、ピンが邪魔してるのか分かんないけど、まっすぐなんか、そうなんですよ、なんかこんな距離なのに、あれに当てればいいのに、なぜかあれをうまくかわすんだよね。避けてくんですよ、避ける方が難しいと思うんだけどな。ゴルフってそういうスポーツですね。本当にドキドキした。じゃあ、最終ホールなんですけど、まあ、その前にちょっと初めての企画で、うんうん、インスタでちょっと質問を募集して、うん、ちょっと3時間っていう短い時間だったんですけど、3件あって、はい、2件が、うんうん、どうしたら会えますかっていう質問です。ぜひコンペとか来てください。リンゴのスタッフにも会ってください。やっぱあるあるコンペがあれなのかな。そうですね、可能性というか、うん、あるあるコンペが一番お会いできる可能性が高いです、うん、今のところ予定であるのがね、多分冬ぐらいにあるおそらくあるんじゃないかなと、冬ぐらいに、うんうん、です。はい、まあ、しかもあるあるコンペはゴルフ女子の方がすごい、うん、すごいですね、いらっしゃるからたくさんいます、うん、ぜひ皆さん楽しんで、チーム戦とかもやるんで、うん、もう一個は、まあ、真面目な質問で、はいはい、トップからグリップエンドは、はい、うん、まあ、ボールに向かって円を描くように、うん、まあ、そのグリップエンドが、うん、まあ、打つイメージなのか、はい、まあ、直線的に、うんうん、グリップエンドがボールに直線的に向かって打つイメージなのか、うんうん、おー、なるほど、どうですか。若菜ちゃんはどういう感じで打ってるかなぐらいで、私の犬派猫派みたいなことですよね。そんな感じ。私の派閥としてはイメージはトップから円に降りてきてるイメージで打ってはいます、うん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 、まあ、実際はちょっとこの動画とかを見返して確認してください。円のイメージなんですけどね、うん、グリップ、そうだよね、直線でいくと結構打ち込みにくいよね、ドンになっちゃう、そうだよね、うん、うん、
まあ、レッスン動画もやってるんで、うん、ちょっとこれはあのこういう質問があったって感じで、ちょっと別口でも取り上げてみたいなと思います、はい、お願いします。はい、って感じで、まあ、あの撮影日にこれやろうかなと思って、ストーリーズ。なるほど、そういいですね。そうだからあんまり集まんないかもしれないんだけど、あの今見てくれてる皆さんもちょっと、いつか今後こういうのやっていくんで、で金土日必ず配信していくんで、毎週楽しみにしてください。楽しみにしてください。なんか終わりっぽいけど、まだあります。最後です頑張るぞ。コースちゃんと見た？コース見ました。ロング、左右は気にしない左右は気にしないってことでこれは絶対私、失礼私絶対これ前が気になって顔が上がってカラッと上げちゃいそうなので。あー、確かに。では最後のティーショットでチャレンジ。やりました。崩れ落ちました。有言実行カラッと綺麗に上がりました狙ってないですけどね悲しいな。いや、おかしいな芸人さんですか？本当に振りが効いてまして。ゴルフ芸人だ。どうもすみません狙い通りで、どうもすみませんということで、面白いよ。でもここ短いから。もうそうですね、短いので、まあ、気にせずあちらのフェアウェイど真ん中に向かって打っていきます。うん、よし、とりあえずいったかな。よし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 、どうしようあー、ちょうどめっちゃ木伐採します木邪魔だな上がると信じて、どうかな挑みます。右、あー、でもバンカーある、そっちあえてのバンカー狙いなんかそのやべ、やっちゃったっていうニュアンスじゃないですよね、今のバンカーちょっとここにバンカーってあるからな。取りに来たというか、結果オーライかもしれない。じゃあ4打目ですね。残り40ヤードぐらい。いざ、54度で打ちます。お、うん、とりあえずいい感じ、狙い通りです。よいしょ。おー、すごい、最終ホール景色綺麗ですね。夕焼けと、こうやって見るの新鮮。夕焼けとともに、なかなかこの時間までっていうのもあれだもんね。ないですよね、うん、ちょっと日没、もうちょっとで来るよっていう。確かに、ライターでもないこの絶妙な時間狙っちゃうぞ。あと一声ってパターが多いからしっかり。よーし、惜しい、しっかりは打ちました。じゃあこれちゃんとね入れて、よし、1、2、3、ボギーです。ということで、最終ホールはボギーでおしまいでした。お疲れ様でした。 ありがとうございます。いやー、全勝しました、全勝お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日のスコアですが、なんとパーが5、ボギーが3、ここまで3オーバーからの9が1個あるのでトータル45です。あちゃー、最初に9叩いてるんですけどね。そうなんですよ、2番ホールで9叩きまして、あとはいい感じです。
西ホールパー37のコースなので、まあまあボギーペースで、そう上がってみれば、はい、いやすごかったです、ドアンテ安定です。2番以外安定しました。ではミッションゲームの方ですね。結果は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ということで 17×4 の合計68ポイントです。80ポイントならず。ちょっとねバーディー取りたかったですね。バーディーとチップイン狙いたかったです、うん、惜しかった、まあ、あと今日やっぱね安定してるから、そのロストとかイケポチャ、イケなかった、イケ残ったじゃないでしょ、まあ、ギリギリだったらサービスしようかなと思ったんですけど、イケ残ったよ、まあ、そうなんかチョロとかそうちょっとそういうの起きづらかったから、そうですね、でしたね、ある意味ちょっと、うんうんうん、珍しくバンカーも入れなかったので難しいあれになっちゃったかなっていう、いや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 、ちょっと今度リベンジさせてくださいです、これはいいや。違う企画でぜひお願いします。ぜひぜひ、じゃあ最後にじゃあ感想をお願いします、はい、いや本当にこんな風に全部9ホール撮影していただきながら回るの初めてで、いやちょっと緊張してる可愛いところを皆さんにお見せしちゃったかなと思うんですけど、すごく楽しかったです、やりやすかったです。僕良かったですか、まあ、それはちょっと嘘、ちょっとノーコメントで、マジですか、審議にしたいと思います。嘘でしょ、本当にそこ良かったって言ってもらって、次出てくれる子に良かったって言われてますって言って、良かったよってことで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で毎週金土日にこれからまあいろいろなゴルフ女子の皆様にちょっと出ていただいて、まあいろいろまあプレーとかトークとか楽しんでいただけたらなと、まあ、見るのをね、はい、思ってますんで、それではありがとうございました。ありがとうございました。